まあ、右手でやるときに左手をもう右のポケットの中に入れておくんです。でそのままガッツポーズ、はいはい、キャリーケース、はい、遠くのもの、はい、インパクトゾーンまでの左手の位置この辺です。だから左手がここに向かえばこの右手一本で振った時のクラブの動きになるわけですね。ちょうど左手はハンドファーストのポジションだったでしょう。ゴルフ歴3年でベスト87までいけた、はい、先生何か気になることあります？ダウンスイングでこう上から来ちゃうのと、はい、詰まって右に飛んでいっちゃうのが多い、うんうん、振り抜き悪くていつもこう高く抜かないと、はい、振り抜けない、きつい。スイングのストレスが減ってくるといいですね。僕のやってることっていうのがですね、上達しましょうじゃないんですよ。ストレスをなくすことなんですね。 あるいは減らす、振った時の詰まり感がストレスになってる。やっぱり上手い下手ってちょっとスコアじゃないですか、はい、そのストレスが完全になくなったからじゃあスコアが良くなるかっていうとそれは保証できないんですね。ストレスになってるのは、まあ、ここの部分ってことですね。そうですね、はい、ちょっとクロスになっちゃうのもちょっと悩みなんですよね、はい、オーバー気味。ここの部分ですね。そうですね、はい、で右足がすごい前に出ちゃう、はい、これがもう、まあ、この辺りですね、はい、うわ、まあ、クロスからの、まあ、こうやって振り遅れてきちゃうので、はい、まあ、腕が降りてこないんですね。うん、だまあこれちょっと懐が広くちょっと見えるんですけど、これはあの 手が高いところに残っちゃってることなんですね。トップのクロスとフォローするの詰まり感、はい、まあ、そこがちょっと改善されるとストレス減るかななんて、うん、そんな感じです、はい、右軸左軸できます？この手の位置がですね、はい、肘が前タイプか後ろタイプかってご自分でご存知ですか？ちょっと分からないです。こっちに肘があると振りやすいタイプの人とこっちに肘があると振りやすいタイプの人がいて、じゃあ胸の前に抱えてで回してみましょうっていうのが一つ。じゃあ今度は手を後ろに組んで、はい、で回してみましょう、はい、回りやすいのどっちか分かります？あ、でもこっちの方が負担はないですよね、はい、後ろタイプなんですよ、前だとちょっとやりにくいですね、うん、っていった場合は後ろ後ろ、そうすると右軸いきます、はい、少し胸をこうやって反る感じ、はい、これ普通にはまりましたでしょ、はい、このままじゃあ手を胸の前に組んでみてください、はい、ちょっと落ち着かなくなりますでしょ、はい、肩がこう、はい、そうです、はい、収まらないですね、はい、ちょっとはまるんですね。あ、じゃあ今度反対、はい、あ、これ辛いですね。でもうちょっと右足かかと上げていただいて、で右足膝をもうちょっと伸ばしていいですよ、はい、はい、そうです。膝を伸ばすと腰が安定するタイプなんですよ。あ、そうすると左軸入るんですね、はい、でそっちはやりにくいです。やりにくいですね、はい、あ、そうです、はい、軸回転ってあの肘の位置も補助的に関わってくるんで、はい、その肘のありかでまあ回りやすさって変わっちゃうんですね、はい、あ、ちょっと辛いですでこれもうちょっと頭ここにすると、はい、もうちょっと右、じゃあもう一回右軸、はい、はい、左、この高さだとはまりましたでしょ、はい、こういうあの高さも関係してくるんですね。こんなに高くていいんですか？そうです前傾がですね深く取れないタイプなんですよ。あ、ここのあたりやりますでしょ、はい、もう今までこう必死に、はい、低いとか低いとかやってたんですけど、はい、どんどん右に行くし、はい、そうです、辛いスイングでした、まあ、選択の方法としてはちょっとでもなんか無理な負担を感じたらそれはやめた方がいいですね、はい、ちょっとやってなんかいい兆しが出るものっていうのがゴルフの場合大事ですね、はい、うん、情報はいっぱいいろいろあってこう全部正解なんですよそれを選ばなきゃいけないのが難しくて、はい、でそのままちょっと左軸取ってみてくださいというような感じなんですね。何も感じませんでしょ、はい、でさっき肘の話がありましたけども、肘がまあ前側後ろ側で後ろ側に入るタイプの人っていうのは、まあ、さっき左軸取った時に前よりかは後ろがやりやすいってことになりますので、はい、うん、でこの曲がってるものが逆コックによって肘が、まあ、伸ばされる、はい、でその時に左の肘は脇腹の後ろ側にちょっとかわしていかないといけないでしょ。あ、と2ついきますね、はい、先に間違ってる方からいきます、はい、肘を体の正面、はい、
手をローテーションさせて前傾、はい、まあ、これ肘が体の前にあるわけですね。きついです。まあ無理ですよね、はいはい、これ世の中にはこれがやりやすいって人結構いるんですよ、はいはい、でこれはできないです、はい、どこかっていうと肘はさっきの脇腹の後ろなので、はい、こっちなんですね、はい、で肘が後ろの人っていうのは手のローテーションの仕方も、はい、こうなんですよ。ちょっと楽になりましたでしょ、はい、という違いがあるんですね。ここがやりやすいタイプなんですね。きついです。まあ無理ですよね、はい、肘はさっきの脇腹の後ろなので、はい、こっちなんですね、はい、ここ楽になりましたでしょ、はい、これ人によっては脇腹の後ろに肘が来るとやりやすい。これ人によってこれが正解の人もいます。本当、はい、人それぞれ違うんですね。そうです。だ手の返し方がまあ2パターンあって、肘が前側の人はこう返すと自然に見えますよね。あ、はい、でもしこっちで同じように返したら、はい、ドドド詰まって、ね、詰まっちゃうよね、はいはい、肘がこっちだったら早めにこう側に折ってあげると、これ自然なんですね。あ、はいはい、でこっちタイプです。でさっき詰まってるってあったのは、はい、こっちやろうとしてます。ああ、これも心当たりありますでしょ、はい、始めた時にすごい肘が引けちゃうスイングで、はい、伸ばせ伸ばせって動画とか見て、はい、こっちに思いっきり行こうとしました。前傾を保つっていうのもできない、はい、で肘を伸ばすってこともできないっていうことがまあ一応タイプ的にまあなるので、YouTube とかで人気のある先生は肘が前のタイプなんですよ、はい、あちょっと分かります、はいはい、そういう人がどういうことを言うかっていうと、体の正面で腕でローテーションさせて前傾なんですね。 あとはダウンで肘を前に持ってけ、はい、あ、はい、これもあの前タイプの人の特徴なんですね。でそれはできないってことになります。そうですよね。肘の着地ポイントが、肘が前に来る人は着地ポイントも前に来るんで、はい、こういう動作をさせるんですね、はい、それはこれがやりやすいから、でそれはできない、はい、後ろですから、はい、まあ、こういう動きをした時に着地ポイントはちょっと後ろに来るんですね。効果でいうとこっち側に動く、そうとらやりやすいですね。あ、こっちの方が全然、そうです、背中のそれはできないです。こっちの方が、はい、あすごい。どっちも正解なんで、はい、ややこしいんですね、うん、だ先生のちょっとタイプによってちょっと発信する内容結構変わってきちゃうんで、うん、YouTube とかでまあ何年か前流行ったのは、はい、この形なんですよ。もうきついです、無理ですっていう時代があったんですね、はい、まあできないですね、はい、腰痛めちゃうんで。でも自分のなんかそういう傾向があるってのを知っとくと、はい、合わないことをやったら体に負担がかかるから、はい、あそれはダメなんだなっていうのさえ分かれば、はい、そうです、試すのは全然 OK なんで、一回やってみて試してみて、そうです、やったらなんか前向きな兆しが生まれればそれはやった方がいいです、うん、肘曲げて引いて引いて、で頭がですね、はい、ここです。こんなに行っちゃっていいんですか。ここがハマってる場所、もう何も感じないです、まあ、気持ちいいですよね、はい、そんな感じでちょっと何発か打ってみましょう。はい、あれあれ、これで良ければ楽ですよね、はい、これでいいんです。最初のフォームは腕を伸ばして前傾保ってローテーションさせて頭を残そうとしてるんですね。でこっちは頭は起きていい、肘は引けていい、で、まあ、ちょっとこう側に折って、まあ、フリップさせるような感じですね。はい、そうすると体の軸回転がだいぶ綺麗になってるのが、ね、はい、あると思うんですね。で逆コックしたら今度は直立してください。はい、そうです。そうすると腕とクラブに、はい、まあ、ちょっとこういうくの字になりますよね、はい、体軽く右に回して体を止めてヘッドだけほったらかしにすると、はい、クラブは動き続ける中で下に下がろうとするわけですね、重力がかかるんで、はい、そうするとここで脇固定グリップの形になってません？あ、なってます、まあ、体を右に回った時に背屈からニュートラルに手首が動くわけですね、はい、この逆コックの形、右手が平らから右手は角度がつく、左手は背屈からニュートラルになる、そう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 、回転がないとこういう方向に動いてるわけですね、はい、ターゲットの逆じゃないですか、はい、こっちターゲットですから、はい、だからこっちに行っちゃうってことはこういう力を加えるとこっち行っちゃうんですよ。あ、バックスミでだからクロスする、そうです、はい、こっちに持ってくるのと回転なのでこっち側なんですね。あ、まあ、腕がこっち振り上がりますから、はい、グリップのベクトルはこっちなんですね、うん、だけどクラブはグリップこうやって動こうとしますけどクラブはこっち側に行きたがってる、うん、って状態がガッて合わさってこんな感じなんですね。うん、違い分かるかな。
これに対して一発はこう、はい、ああそうです。そうすると手の中で右回りって言って上をこうやって回ってきちゃうんですね、はい、そうするとそのまま前傾するとこんな感じなんですね。そう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 。こんなにレイドオフみたいな感覚的にはそうです。大丈夫ですか。ただこれが今脇固定グリップと同じ形なので、はい、手に対してはニュートラルで一番負担がないわけなんですね。あ確かに。そうそうそう。収まる感じ。収まる感じしますよね、はい、でその状態からまあ適当でいいんで、はい、ちょっと下に向かってビュンって手をこうやって下ろしてもらっていいですか。外サムダウンに入る。あ、はい、だサムダウンっていうのは下へのリリースっていうまあちょっと側面もあるんで、はい、手を振るとクラブも下にほどかれる、うん、そうでそこに左軸に入ってくるとはいインパクトゾーンになるわけですね。おそうサイズです、はい、でそこに抜いていくともうそれで楽ですよね、はい、そうです、そういう感じ、うん、そう、そのぐらい、はい、ちょっとヘッドをボールの上側に背屈の状態でセットして、はい、右軸に入れたら最後にリスト回旋、うん、さあさあでそこで脇固定グリップに手首が入るのをちょっと切り返して待ってあげるんですね。さあ、 あうん、いいでしょう、うん、OK、うん、すごい。ここまでがまあ背屈の状態で今日まだやってないですけどこの辺があべこべ回旋で、うん、この辺で脇固定グリップになってくるんですね、うん、そうするとだいぶクロスしない感じがありますね、はい。でそこから、まあ、固定グリップに入ってしまえば、はい、こうやって置いてくるんですね。あすごい。はい、フォロースルーの腕が伸びてる、はい、うん、そうです。あすごい、まあ、目的はこうストレスなく普通に打てるっていう感じで無理してない感じがあります、はい、あと特別なことをしてない感じが大事ですつり革ポジション、はい、そうするとここがはまる感じなんですけど大変ですね、はい、でこれここだとはまらない。あ僕ここです、はい、はい、ここですね。あで着地ポイントがここ、はい、手の再加点ポイントがここになります、はい、でそのまま左軸に入ってくると、はい、ここがインパクトなんですね。あはい、ただやっぱり左手にとってはちょっとストレスのかかる場所なんですね。あちょっと届かないぞみたいな、はいはい、その左手の位置にちょっと慣れるといいんですよ。じゃあこれちょっと腰巻いていただいてそしたら一旦ちょっと右手で再加点ポイントを作ってみてください。はい、はい、そこですね。でそこにこれを合わせると、まあ、左肩ともこの穴のところに、はい、まあ、右手と左肩の間ぐらいにこの穴が来るわけですね、はい、はい、左手をズボッと入れてください。はいはい、そうです。はい、そのまま軸回転右軸左軸、はい、このぐらい左腕は残します。でそこの、まあ、インパクトを超えたら、まあ、さっきの肘の向、はい、まあ、方向に来るんですけども、はい、インパクトゾーンそのぐらい右なんですよ。あめちゃくちゃ手右にある感じあると思うんですけどもあります、はいはい、そうするとここに来るんですね。こういう感じだからこのぐらいでようやく体の正面に手があるように見えるんですね。結構完全など真ん中だと思ってる人多いんですけども、はい、このぐらい右にしないと真ん中に見えないです、うん、ちょっと右手の感覚が出やすくなるんですね、うん、右手一本だとゴルフスイング簡単ですけども左手がやっぱり左側にずれるんで、うん、右手と左手の位置関係ずれちゃうんですよ、うん、まあ、右手は今の右手の場所を振りたいけど左手がこっち行きたがるんですね。すごく手が右にある感じだと思うんですが、はい、まあ、そのまま頑張っても逆コック、はい、はい、このぐらいですね。でそうすると、はい、まあ、ここから、はい、でまた回ってくれば、
まあ、同じ場所でいいっていうと簡単ですよね。あ、はい、その辺から練習しちゃう。そうそうそう。そうです。右手で押せましたでしょ。はい、まあ、こうやって腰と手の位置関係がちょっとバランスは取れるんですね。こんな感じで前に出すぎてないですね。はい、出ないですよね。そうです、体が回ってきますでしょ。はい、まあ、他にもなんか似たような練習として、右手のドリルって何かやったことあります？ガッツポーズ、キャリーケース。あ、そうです。こういう、あ、できますね。まあ、右手でやるときに左手をもう右のポケットの中に入れとくんです。はい、でそのガッツポーズ、はい、キャリーケース、はい、遠くのもの、はい、インパクトゾーンまでの左手の位置この辺です。まあ、右手一本で振ってたら、まあ、絶対サムダウンするんで、まあ、クラブはシャローというわけなんですけども、この右手は左手の方にこうやって降りてきますよね。だから左手がここに向かえば、この右手一本で振った時のクラブの動きになるわけですね。ちょうど左手はハンドファーストのポジションになってるでしょう。ただこれ右のポケットの横に手があるわけですね。ポケット持ってますから、だから手がここに持ってくるというのはポケットの横なんですね。あ、結構左股関節の前って思ってる人多いですね。あ、確かに、はい、そうですね。アドレスでこう作ったところに戻してるみたいな、はい、インパクトの形を一回作ってっていうと手を左にずらしちゃう人多いんですね。あ、はい、まあ、むしろ右にずらしておいて入れないと話が、はい、そうです、繋がっていかないんですね。常に 右側にあるって感じですか？心の中では、はい、左手はもうずっとここの中、ずっとここ維持したまま、はい、右手だけで、はい、ガッツポーズ、キャリーケース、釣りカバー、あ、左手邪魔しませんでしょう。はい、そうそうそう、ちょっと右手の感覚がこう、まあ、消えないんですね。はい、よく手をなんか真下に下ろせって言ったりしますけど、はい、右のズボンのポケット方向に下ろしましょうってことなんですね。うん、今ずっと右ポケットの前に左手をまあ維持してるイメージですけども、そうするとこんな感じで置いてくるわけですね。あ、まあ、普通にだんだんなってくる、はい、まあ、ただ正確にはちょっと右のズボンのポケットの前にあるときに、はい、まあ、リスト回数あるんで、体の右側で、まあ、左回りをしたときに、はい、背屈から小屈でまた戻ってくるみたいなんですね。これ逆コックじゃないですか。はい、で逆時計回り、はい、で背屈でスタートして、この辺が脇固定グリップ、あ、でまたここに戻る。あ、スタート地点ここで、で、はい、で降りてくる場所ここですから、はい、さらに右に下ろす感じですね。こういう回転ないとこういう感じです。おお、おう、うん、でしょう、はい、おう、うん、でしょう、はい、おう、うん、でしょう、はい、この辺からさっき降りたんですけど、はい、割と早いタイミングでクラブ、はい、後ろ傾いてきましたね。立ってちょっと伸びて、はい、詰まったのが体の回転とちょうどこうリンクしてくるようになりますね。うん、これトップになりますね。はい、はい、だいぶ気持ちよく、はい、降りたと思いますね。そう、そういう感じ。打感がすごい気持ちよかったです今。バチンと当たる感じですね。はい、じゃあこれらちょっと気をつけながら、はい、頑張ってやってみてください。はい、ありがとうございました。お時間になります。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、バッチリ？いや、もうすごいすごかったです。そうだった、はい、気をつけることやっぱり増えちゃうとダメなんで、うん、自分にとって合う場所を、まあ、選択していくって感じで、はい、うん、やるといいね。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございました。